朝を迎えられたみたいだね。よかった。もうシンがあんまり緊張してるからこっちもビビっちゃったじゃない。ねえ、下に降りてみよう。きっとみんなも起きてきてるよ。私はもう帰ります。うわ、早速やってる。昨夜はほとんど眠れませんでしたのよ。見てくださいまし、この肌の張りのなさ。ですから別に帰らないでくださいとは言ってません。せっかくだから食事をしてから帰りましょうって言ってるだけでしょ。私は一刻も早くこんなところから出たいんです。今出ても1時間後に出ても大した違いはありませんよ。おはよう。朝から大変そうだね。やあ皆さん、おはようございます。すみませんが、シチューの鍋をテラスに出しますので、どなたか手伝ってくださいませんか。テラス？わざわざテラスで食べるんですの？まあ、なんてのんきなんでしょう。オーナー、俺手伝います。ああシン君、じゃあよろしく頼むよ。私は手伝いませんわよ。結構ですよ。どうぞここで一人で待っててください。静かになって助かります。喧嘩売るんだから理科に嫌われるのも無理ないよ。あ、おはよう。よかった、あんたは無事だったんだね。あ、サワちゃん、おはよう。シンもトーマも無事だね。よかった。ああ、足引きずってるね。昨日階段から落ちた時にくじいたのかな。もう夕べは散々だったよ。足は痛いし嫌な夢見るしで全然眠れなくってさ。そっか、一緒に寝てあげればよかったね。おっと。ん？ちょっと何をなさっているの？私の靴が。
なあ、すみません。つまずいてシチューをこぼしてしまいました。もうつまずくようなもの何もないじゃありませんの。すみませんでした。みんなの靴は洗っておきますので。言っておきますけど、私の靴を乱暴にこすったりしたら、あなたをミンチにして差し上げますから。わかりました。な、手伝って。面白いことをしているな。ケントさん、おはようございます。おはよう。なんなら私たちも手伝おうか。結構です。手は足りてます。おい、人使いが荒いな。君もたまには文句言ったっていいと思うよ。大体落ちたかな。落ちてないよ。まだ匂いがしっかり残ってるし、細かい部分とかに入り込んで。で、カメラなんか取り出してシンは何してるんだろう。片っ端から写真撮って。は？表側と裏側、両方な。え、君何してるのか分かったの？理由とか聞かなくて大丈夫？靴跡が見つかった以上、犯人は家に帰ったら靴を処分する可能性が高い。今のうちに取っておかないと二度とチャンスはなくなる。あ、じゃあもしかしてそのためにわざとシチューをこぼしたのか。っていうか、テラスで食べるなんて言い出したのももしかしてシン？さっさとしろよ、気づかれる。うわ、シン、きちんときれいにしてくれたんでしょうね。ええ、確認してください。みんなが靴を履いてるとこも写真に撮っておかなきゃな。そうだな。やっておこうか。
自分でできるよ、そのくらい。やっと帰れる、やっと。長かった、長い3日間だった。はあ、やっと帰れるんですね。なんか何週間もいた気分。あ、同じこと言ってる人がいる。明日バイトか。でもちょっとこの足じゃ出られないかな。ミネ、代わってもらっていい？あ、いいですよ。なんか非現実から現実へって感じですね。でも今回に限っては現実に戻るの大歓迎です。同感。なんかいいように芯の使いっ走りさせられてた気がするけど、目的はちゃんと果たせたのかな。結局犯人が誰なのかも聞かせてもらえないままだね。君はもう誰だか分かってる？それでは皆さん、東京に帰りましょうか。なかなかスリリングな3日間でしたね。楽しんでいただけましたか？ああ、もう本気で楽しんでたのはオーナーだけだよ。ここで解散ってことで。解散か、ちょっと寂しいな。みんなまたね。ところで右京さんはどこへ帰るんです？それは秘密。電話してくれればどこへでも出かけてくよ。そうですか、ならいいです。あの人って結局何者だったんだろうな。やっぱり真にもわからないんだ。ちょっと不思議な人だよね。それでは二度と呼ばないでくださいまし。じゃあね、付き合ったんだから結果報告を待ってるよ。帰ったら私たちも情報を分析してみよう。
疲れ様です。じゃあ俺もこの辺で。トーマ、ちょっと待って。何？今日、念のためこいつを俺の家に泊めたい。お前も付き合ってくんない？え、こいつってこの子のこと？俺が一緒にいるの嫌がるだろう。非常事態だよ。こいつを家に泊めんのに二人きりってわけにいかないだろう。うちの母親は夜遅くなるし、本気で二人きりだぞ。それとも自称兄貴のトーマはこいつと俺を一晩二人にしていいと思うわけ？俺は監視役ってことか。そう、文句ある？いや別に。じゃあ付き合うよ。よろしく。って、なんでそこでこの子の意向が無視されてんの？せめてこっちにも文句あるって聞こうよ。何突っ立ってんだ。行くぞ。ああ、様子見て大丈夫そうなら明日には返すから。ですか。まさか東京に帰ってきて自宅に帰れないとはね。君も根性あるね。もうこの際どこまでも付き合うしかないって感じだけどさ。覚えてないだろうけど、ここ俺の部屋だから、お前はここで寝て。トーマは俺と一緒にリビングだ。はいはい、どこでもいいよ。真の部屋ってこんな感じなんだ。大きなコンポがあるね。それにこれは何の機械だろう。どっかで見た覚えがあるような。あ、そうだ、真と一緒に行った軽音部の部室に同じような機械が置いてあった。別に。
緒にやりたかったとか。は？だってお前楽器なんかやってなかっただろ。俺も今初めて知ったんだけど。俺と距離置くようになったから、こいつのライブ見た後に始めたんじゃないの？ちなみに何の楽器？ベースだよ。お前こいつのバンドのベースが下手くそだってずいぶん文句言ってたね。もしかして本当にそうなの？シンは君と一緒にバンドやりたくて楽器始めたんだ。も出ないシーンなんて初めて見たんだけど。そんなことはどうでもいいだろ。飯作るから手伝えよ。母親は当分帰ってこないから。ああ暑くなっちゃって。あんなシーン久しぶりに見た。よっぽど見られたくなかったんだな。それともお前に関することだといつでもああなのかな。分かりにくいけどしっかり愛されてたんだね。起きてるか？シン。入るぞ。何をお前、勝手に人の机の上とか見んなよ。話にしてたのが悪いんじゃん。ねえ。それに楽譜と参考書しかなかったよね。楽譜は有名な曲ばっかりだし。あ、もしかして君のバンドがやったことのある曲を練習してたとか？うち帰ったら同じ曲の楽譜がないか探してみようか。んだよ、ニヤニヤして余計なことを思い出したんじゃないだろうな。それよりお前さ、今のうちに聞いておきたいことはあるんだけど。
だろう。今回の合宿で俺は一番欲しかった証拠を見つけた。あれが警察に渡れば遅かれ早かれ犯人は逮捕されると思う。ただ俺の推測では犯人が本当に隠したいのは犯行そのものじゃないと思うんだ。は？何それ、犯罪を犯した人が犯行以外の何を隠したいっていうの？俺はそれも暴くつもりでいる。でもお前には辛いことになるかもしれない。だから先に聞いておきたい。お前犯人誰だか分かってる？動機の推測ついてる？聞く覚悟できてる？覚悟できないって言われても聞かせるつもりだけどさ。一応お前が分かっててくれると俺の気が楽だから。お前、自分を突き飛ばした犯人は誰だと思う？それだけ？まさかだよね。まさかそんなこと。考えたくないよ。